日本郵便は転居届を受け付けるサービス e 転居で24日からオンラインでの本人確認を始めます。サービスを初めて利用するときにスマートフォンで自分の顔と顔写真入り証明書を撮影して本人であるかどうかを比較・照合します。転居届は郵便物の転送サービスに利用されていますが、これまでの電話番号認証ではストーカー行為や給付金申請で悪用されるケースがありました。